皆さんこんにちは、マサイです。今日は煮物というかジャパニーズ煮物を作ってみたいと思います。じゃあ作りましょうか。始めましょうかです。はい、今ですね、日本の煮物というか作っていますけど、この味付けは豚肉とか、大根と、このぐらいの塩、ソルトを入れます。それで、これを、まあ具材は最初に昆布が入ってるので、この昆布ですね、これと塩で主な味付けですね。あとは豚肉と大根を切ったものと人参とこんにゃくとかですね。ちょっと待ってください。はい、今煮終わったんですけど、こんな感じになりましたね。ちゃんと火も通って、これから盛り付けをしたいと思います。はい、できました。いつもね、夕飯私が作ってるので、これは、いつもじゃないですね、火曜日と木曜日は私が夕飯作ってる。これはまあ煮物ですね。豚肉と人参と大根とこんにゃくと昆布と、まあ昆布だしと塩味のね、煮物ですね。で、ご飯と、これは納豆なんですけど、まあね、あと飲み物はやっぱり和食なので緑茶にしました。はい、これが私の文化。はい、こういう感じですね。ね、まあ塩とね、昆布入れれば昆布だし出て、塩味付ければ塩と昆布だしのね、そういう日本の味になるので、簡単なのでね。で、あと1時間ぐらい、具材を切ってね、鍋に入れて煮詰めればできるので、簡単なのでおすすめです。はい、じゃあまたね。